ドドドドン。多分ね、チキンとかではないと思う。ちょっとこれ見ますね。こんなにしよう。結構もちもちなんだよね。そんな感じに見える。だから全然、なんだろう、昔ながらのみたいな。こんにちは、小島屋です。小島屋です。はい、本日はですね、今私たちジョージアのトビリシに滞在しているんですけれども、はい、まあ、気になるインスタントラーメン事情ですね、はい、ちょっとまあ小島湯調べというかジョージアのってどんな感じかっていうのを、そうで、私たちが今 2、3週間ぐらい滞在している中で見つけた美味しいなと思ったやつを紹介したいと思います、うん、はい、はい、なんか前あのイギリスでカップ麺やったみたいな感じで、うん、そうだね、一気に全部はもちろん食えないんで、うん、こう日にちを分けて、はい、それをちょっと編集して、あの皆さんにご紹介したいと思います。はい、今日どうするの？今日これですね、推しの推し。それ好きだよね。これ辛い、そんな辛くないんだけど、一応唐辛子の炎があるんで、うん、私はこれにしようかなと思って、前、うん、なんかの動画のおまけ動画で、ケタちゃん動画のおまけ動画、ケタちゃん動画のおまけ動画で、うん、これのあのキノコ味を食べてカップヌードルだった、うん、調べたらこの種類いろんな味があるんだよね、うん、今回はチキン、はい、これはチキン、あ、私これ初めて食べてみたい。はい、ちょっとアレンジしていつも食べてて、うん、これすごい私ジョージアのお供好きだよね、それ、はい、このマッシュルーム、あと卵最後にぶっ込むのと、はい、最後にパクチーをパラッと乗せるのがすごい好き。マジこれやるとできたよね、思い出す。入ってんのは粉の粉末スープと火薬。火薬。なんかしっかりしてる感じの。めちゃくちゃでかいなこれ。半分が切ればよかった。モンスターのいいや。で、まあ、麺。マッシュルームに囲まれてる麺。かわいい。卵をぶっ込みます。はい。中で溶く。そう。中で崩して。はいはい。美味しくなーれ。はい、いい感じになってきたので。出来上がり、ドドドドン。多分ね、チキンとかではないと思う。こうやって盛ると。おお、完成。完成です。美味しそうでしょ？美味しそう。これうまいんですよ。私これすごい好きなの。麺がさ、結構もちもちなんだよ。ね、そんな感じに見える。そうそうそう。いただきます。うまっ。おもちもちなんですよ。このレベル2ですね。ちょっと辛い、ちょっと辛いけど全然そんな、多分コウさんも食べれるぐらい。なるほど、マッシュルームうまい。うん、うん、欲しくない？うまい、うまいよね。もちもち、しかもこのレベル2もないよこれ。全然辛くないか、これいけるもんだって。そっか、じゃあ1ぐらいで、あと卵多分入れてるからちょっと辛さ緩和されてると思うんですけど、うまい、うまいでしょ。これは結構おすすめです。好きなんですけど、こんな感じで、あのペヤングの箱みたいな感じなんでね焼きそばっぽい。火薬とこれさ、ちっちゃい謎肉が入ってんだよね、うん、わー、なんか黄色っぽい、コンソメっぽい。なんかちょっとこれ見ますね、このぐらいにしようかな。おー、まあ、ちょっと固めが好きなんで、マッシュルームのやつ美味しかったし、うん、大丈夫かなと。スープ飲んじゃおう、さっき聞いたから。あー、美味しい。なんつったらいいんだろう、コンソメ。まずチキンだよね、うん、気になる麺は。うん、お菓子っぽくてうまい。これは多分俺が食べるの早いんじゃなくて、うん、そもそもちょっと芯が残る感じの麺、この麺とは全然違うんだよね、やっぱ。うん、ちょっと食べてみて、うん、なんかもう触った感じ、そんな感じ。そう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 、うん、あ、わかる、わかるでしょ。でも、なんか硬いとかそういうのじゃない、うん、って感じだよね。美味しいじゃん、うん、あっさり系じゃない。そうかもしれない。うん、美味しい美味しい、うん、美味しい。スープも美味しい。美味しいね、うん、これ結構いろんな種類があるから、もしジョージアに来た人はなんか自分の好きなフレーバーを探すのもいいかもね。そうね、うん、引き続きやります。今日はこちら、はい、親方ソイソースラーメン、はい、なんかこう日本系のラーメンみたいなのが全然なくて、ないね。俺らが見た限りだとこれしかない、ないね、この親方シリーズ。親方シリーズで、今日はこの醤油を、作ります。はい、味の素さんが出してるんですね、それは。そうなんだよね、ちょっとね、うん、鶏肉アレンジ
と卵も本当は入れたりするんだけど、ちょっとチャーハン作ったんで、はい、そっちで卵使っちゃったから、うん、本当に鶏肉とネギだけのシンプルラーメン、はい、粉はこれだけ、これだけなんだ、ね、これに火薬と粉末スープが入ってるってこと？そうかな、そうですね、こんな感じで丸、本当だ、平たいね、カップヌードルの麺みたいだ ね、 うん、醤油味だって、そう、はいはい、少し胡椒を入れて、いいですね、私は濃いめが好きなので、ほんのちょっとだけ醤油に醤油を入れるんですね、ほんのちょっとだけ、ほんのちょっとだけ、はいはい、引き算がないけど、もう入れちゃいます。これさ、見えるよ、ほら麺がほらちょっとこう、なんかラーメンじゃなくてヌードルみたいな、ヌードル、カップヌードルの麺に似てるよね、うん、本当に、そうなんだよね、結構固めだよね、コウジさん好きなの、乾麺って食べてる間に伸びてくじゃん、あ、それが、伸び伸びが嫌だから事前に、そう、それをちょっと楽しむ、はいはいはい、強火でこだわるね、こんな、多分こんなにインスタント麺をこだわって作る男いないと思ってんだよね、そんなことないけどね、おいしそう、パンパン今日もギリギリこれで、はい、はい、はい、うまいよ、やっぱこれ、うん、醤油ラーメン、ほんとになんか麺がね、うん、やっぱカップヌードルの麺みたいな感じなんだけど、うん、一番日本の袋麺みたいな味がすると思うね、この国で、うんうん、すごく美味しい、マジでカップヌードルの麺ね、うん、うんうん、普通にうまいよね、うまい、はい、他のアジアのなんか独特な味とか全くしないから、うん、日本人すごい美味しいと思うと思う、うん、何の問題もない醤油ラーメンですね、美味しいです。そして別日なんですけれども、これ一応同じ親方ラーメンの味噌味です。ちょっと起きたてですいませんこれ本当にでももう麺同じで味だけ違うっていう感じだよね、うんうん、うん、うまい、なんか本当に札幌一番味噌ラーメンの味噌みたいな味、すごいね親方、うまいね、いや親方さんが一番日本のラーメンに近いんじゃないか、これしかない、親方さん結構優秀、割とこのね、うん、カップヌードル麺好きおお、味噌だよね、私やっぱ味噌の方が好きかもしれないそう、美味しい、醤油より味噌の方がもしかすると美味しい、美味しいかもね、うまい、いやでもありがたいですね、やっぱインスタント麺節約飯だからかなりですね、ありがとうございます、よかったらコメントとか見てください。これ何今日これ？トマトマッシュルームオニオンチキン炒めです。健康飯ですね、はい、私がよくやってるやつ